県内の子どもたちが福島の今を伝えるジャーナリストスクールが開かれました。ジャーナリストスクールは10年前から毎年開かれ、池上彰さんが特別講師を務めています。県内の小学5年生から高校生までが対象で、震災と原発事故からの復興の取り組みなどを取材し、新聞にまとめて発表します。今回は富岡町の企業が仕事を通して復興に関わる姿を取材し、アドバイスをもらいました。疑問とか、なんか知らないことがあったら必ずそれ聞くってことだよね。どん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 聞いていくと、どん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 また新しいことが分かってきて、へーという発見があれば、それをみんなに伝えていくということができるんだよね。子どもたちは伝えることの難しさと楽しさを感じ取っていたようです。